皆さんこんにちは、はるかです。今日はお腹周りの筋肉をほぐしてくびれを作りやすくしてくれるストレッチを紹介しようと思います。お腹周りのストレッチは腸内環境を整えてくれたり腰痛にも効果があるので、ぜひ一緒にやってみてください。まずあぐらの姿勢で座っていきます。かかととかかと、おへそが体の中心一直線になるように座り、両手でお尻のお肉を外へかき出して、お尻にある座骨という骨しっかりと床につけて座っていきます。吸って右手横から上げて、吐いて体左に倒します。左の手は床について、右の手斜め上に伸ばしていく。右のお尻浮かないように、右の体側を長く伸ばしていきます。目線は腕越し天井。では次の吐く息で体正面に戻していきます。吸って左の手アップ、吐いて体右に倒します。右の手はつけるところについて、左の体側を今度は伸ばしていきます。体前に倒れないように胸少し上に開きます。次の吐く息で体正面に戻して、もう一度繰り返します。吸って右手アップ、吐いて体左に倒します。お尻浮かないようにしっかりと床につけて、首と肩力が入らないようにリラックスして、右の手斜め上に長く伸ばしていく。次の吐く息、体正面に戻して、吸って左手横からアップ、吐いて右に倒します。この時も首や肩は力を抜いて、左の体側を長く伸ばしていく。深く倒すよりも体側の長さを意識します。最後に吐く息で体正面に戻します。手を床に下ろしたら、吸う息で両腕横から大きく回し上げて、吐きながら体右にねじって、両腕前後に開いてついていきます。左手は膝、右手は後ろの床について、背中まっすぐ上に伸ばして、ウエストからツイストしていきます。呼吸止めないように、まっすぐな背中のまま、次の吐く息で体右側に倒していきましょう。左のお尻浮きやすいので、床から浮かないように気をつけていきます。左の腰から背中が気持ちよく伸びていきます。余裕がある人は目線も後ろに向けて伸びを深めていく。ゆったりとした呼吸を続けていきましょう。はい、では体正面に戻してきて、ゆっくりと起き上がります。もう一度両手床についたら、吸って両手横からアップ、吐いて体左にねじりながら両手前後についていきます。今度右手は膝の上、左手は後ろつけるところについて、長い背筋のままでウエストから肩、首ねじっていきます。体の内側の力でねじりを深めていく。そのまっすぐな背中保ったままで、今度体左に倒します。右のお尻浮いてきやすいので、しっかりと床につけて、床についている腕の力を少し緩めてあげましょう。右の腰ストレッチしていきます。余裕がある人は目線も後ろ。それでは体正面に戻してきて、ゆっくりと起き上がってきます。次にうつ伏せになっていきます。両手胸の横について、脇を軽く締めていきます。吸う息で両腕ゆっくりと伸ばしながら、胸を床から持ち上げていきます。足の甲をしっかりと床を押して、背骨長く胸を前に開いて、体の前側気持ちよく伸ばしていきます。コブラのポーズです。このポーズを楽な呼吸で15秒から30秒ほどキープしていきます。次の吐く息、ゆっくりと上体を下ろして一度呼吸整えます。もう一度やっていきます。両手胸の横について、吸う息で両腕ゆっくり伸ばしながら、胸を床から持ち上げていく。
肘は伸ばしきらなくても大丈夫です。内もも引き締めて肩甲骨ぐーっと寄せて首と肩なるべく遠ざけるようにしていきます。このポーズは背中の引き締めやバストアップにも効果的なポーズです。はい、それでは次の吐く息で上体を床に下ろしたら次は四つ這いの姿勢になっていきます。肩の真下に手首、足の付け根の真下に膝をついてつま先は立てていきます。お腹ぐーっと背中に近づけて腰が反らないように背中まっすぐにしていきます。一度大きく吸って吐いて背中丸めていきます。お尻くるっと下を向けて目線はおへそを覗き込む。吸って胸を上に持ち上げて骨盤前傾、目線も天井です。繰り返します。吐いて背中丸めます。手でしっかり床を押して肩甲骨の間持ち上げていく。吸って背中反らせて胸を開いて体の前側伸ばしていきます。自分の呼吸に合わせてこの動き繰り返していきます。キャット&カウのポーズです。吐くときは手で床を押してお腹背骨の方へぐーっと引き寄せて、吸うときはお腹を下に引き下げて胸を前に向けてあげます。では動きを止めてお尻をかかとに預けてチャイルドポーズでお休みします。おでこは床につけるか両手を重ねてその上に置いてあげましょう。ゆっくりと起き上がってきたらこれで今日のストレッチは終わりになります。最後まで見てくれてありがとうございました。